Future TV。 やった。あげられる。司会1人目さあ、私たちですね、家に到着しました。お、持った。じゃこれでビーチ大会しよう。多分大丈夫。暇。オッケー。シャワー。シャワーはレディ。ファイ。さあ。あ。どうだ。嘘でしょ。もう。誰だ。すんの。嘘でしょ。しかもワイルドビートっていう。座って大丈夫さ。あ、これはこれいつもやってないからわかんない。でも分かるでしょ。振り忘れた。これ何するでしょ、お前。ほぼ使ってた。これこうやってネットじゃない。嘘でしょ。1111。ジャン君は。おいおい、あらんな、あいつ。あらんな、あいつ。人なんてな、だから自分した自由に描けるぞ。え、マジかよ。お前のパート終わってるよ。あれもこれもそれもどれもダメ。誰かのエゴリスキューだけで仕方ゼロに乗っかるだけ。そんな毎日はもう別れ。毎日と旬のフィオールでも個性を中に伝える。磨く日は自分だけのストーリー。仲間はいつもあるデストレートに恐れず全て出し切れ。人が求めるのはご飯だご飯だ。ゆりご飯じゃ。せーの、パフパフカレーを作ります。5人で。イエーイ。よし、レオ頼んだ。おかしいだろ。じゃあ俺寝てくるわ。オッケー。戻っておいで、戻っておいで。俺たちサンダードラゴンは、せーの、5人で作りましたカレーを作ります。イエーイ。はい、噛んだ。5人でじゃあランクよろしくね。どれぐらいあればいいか少し分からない。これで3個もある。じゃがいもこんな洗わなくていいよっていうのがあったらなんか恥ずかしいな。わかんないから。何もやってないです。わけがない。何もやってないですよ、まだ。じゃあちょっと人参使っていい感じの写真撮りたいわ。あー、びっくりした、ごめん。あー、あれもやればいいか。ねえねえ、食材とかさ、あっち置かない。こう分かんないときは一回手入れて自分のここが埋まるぐらいがちょうどいいみたいな。でまあ多分これで OK です。何個使えばいい。何個使えばいい。いや、それ1個でいい。え、いや本当に普段料理とかマジでやんないんで、それなりの感じでもう頑張ります。頑張ってますよ。こんなもん。ナスはここら辺を切って、で斜めに切る。斜めってどういうこと？ジャンカマン、今空いてる。ジャンカマン、ジャンカマン。あ、そういうことか。そうそう、斜めって。あ、意外とできる。嘘、できない。大丈夫。いや、でぼぼしんど、大丈夫でしょ。どうやって切るの、焼く人参は。人参は、まずこれにつけて、火を。つけて、これ全部入れる。真ん中。もっと炭を。炭？うん、木炭。ねえ、レオ。何がやばいの？レオ。
全然刃こぼれがすごい。待って刃こぼれがすごいんだ。全然進まないっすよ。うちだとあの携帯トイレ使ってよくこうやってやってから。結構疲れてる。まな板って洗ってないもん。いやこういう感じでいいんだけど。まな板って洗ってない。まだだよ。働けよお前。えいずっとやってた。一番働いてる。じゃあ。いや違うの、はい。俺今やることが本当にないの。はい。洗ってもらえない。もう俺ここ準備満タンだよ。米やる？いや全然まだ全然ついてない。こうじゃないよ。じゃあまな板。洗ってきて。ほら。ここに。ねえよ。これさ玉ねぎこの中ザルの中入れていいでしょ？あ入れていいよ。曇っちゃってる。じゃあ次が熱くなってる。これさ下見えてもわかんないよね。レオ。あれだよね。ちょっとチャッカマやってから置いた方がいいと思う多分。はいこれ。はい。いいよ。いい感じ。結構辛いよ。結構難しかったし。超難しかった。俺らのカッパが使ってない。そうだよね。あ、ごめんね。俺らいつもガスバーガーだ。どう？いや、もう一個あった方が。まあ、片手だけで。あ、いいよ。ほら、もう火ついてる。来ましたね。あら。いや、俺ら結構やってたよ。ねえ、嘘でしょ。いやいや、そうですよ。これさ、なんかこんなになっちゃったんだけど。嘘やろ、お前ら。自分でなんとかできんの。そんな言われて、そんな言われても。いや、ジャンの撮る曲だよ。いつかれん。この曲に合わせて僕は人参の皮を剥きたいんですけど。すごい優しく。ムキムキキがないんですよ。ね、ムキキキはピーラーでしょ。ピーラーを噛んだ。ムキムキキディーラーだ。ピーラーコングだけ取ってくんない。きたOK、 俺に言わないでトングに行って。 OK、 僕はいんのよ。あ、来たね。せっこうでしょ。人参剥いてんの誰？すごい下手。それが知ってるよ。だからこれはプライベートレオが食べてる。違う。口じゃなくて手を隠せ。いや俺は手と口を楽しみに動かそう。それが俺だ。鼻も使おうぜ。将来はこの人参の皮むく道進もうかな。剥いてないから。うわ、これ丸ごとかじりたいですね。レオ、ちょっとかじっていい？え？半分残して。いいな、俺も一口ちょうだいよ。ずるいよ。うまい、うめえ。はい、一口ください、一口。これ、あまりやん。こっちまだついてないよ。着火剤にしか付いてない。ついてない。これで半分だよ。うん。サンダーがみんなにも働いてるにもかかわらず、なぜかこの年上首がここに。ちょっと今もう隣人はいい。結構働いてる。頑張ってるもん。まだまだ。なんでそんな時間？包丁でできない。いろんなものをピューラーってるから。食べちゃった方が良くね、俺ら。米頼んだ。これで 1.5 合だから一人1合食べる。やり方がわからない。
やべやべ、あの子落ちるぐらい落ちていいの？ん？これさみんなが食べる分で明らかにだってあれだよ、俺一号食いたい、もうちょっと入れちゃおう、もうちょっと入れちゃおう、だってこれとこれじゃ逆こっちの方が少ないでしょ、また適当でよくね、もういいや、いいもう気持ち気持ち、あ、じゃあまずトイレからこっちに入れて、でそれで大体よまあ、え、どんぐらい、もっと入れちゃっていいよね、だって明らかこれじゃ5人足りない、いやでもこれさすがにね、多い、はい、でも大丈夫、どうせ俺がいっぱい食うから、あっ、あっ、気をつけろよ、マジで、いい、いい、いい、おこっち汚いやん、座りたい、うまっ、うめぇ、はい、こっち、こっち、あっ、あっ、あっ、もうラックがすげえ、もう8割ラックやね、ラク先生曰くね、こういうものにね最初に焦げ目をつけておくともう見栄えがいいらしい、そうだね、全然サービスされてないんで、わてらかなり早かった、あ、ごめん入ってきてる、え、まあ、5人いるからね、あ、ごめん、入ってきた、1人の差が大きいよね、トングが1個しかないんで、怖いよ、ちょっと味見そろそろ入る、それ見れましょう、やめとけ、あんま野菜無理なのにそれな、こんなから2ついけるから、どれ？人参とジャガイモ。人参系の？もう一個作る余裕はないか。カレーの人参。人参食ってた？カレーの人参。あ、カレーの人参。まだ足りない。足りない感じがする。なんかカレーに入ってると普段嫌いな野菜も食べれるみたいな。言うよね。俺それで人参が食える。ペペ。一緒だ。俺もこれ人参。なんだよお前。何やってんだよ。解決してんだぞお前バカ野郎。明らかに俺らが混ぜてる、そうだよ、余裕ありすぎだろお前、ね、なんかそれ火取りにくくない、うん、木炭さちょいちょいちょっと足してる、木炭液全部抜いてみる、なんで木炭液って、座ってるとずっくおい、けもっと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 、あんまり薄やりすぎたら体が入っちゃうから気をする、怒られた、でもいいんじゃね、いいんじゃね、でもいいんじゃん、めっちゃ効果ある、いや結局褒めるみたい、本当に肺が入っちゃう、ハエが入って、褒めて気合入る、いやいやいや、汚くなっちゃうでしょ、でもね、ここで出そうか、ほら、涙出てきた、そう、俺も、うん、ふとし来た瞬間にふと目が潤ってきました、これに塗りに、それが早く終わせられる、全身全霊を続けられる、強い、なんかタオルとか心で始まる、あ、待って、後ろから難しいよね、後ろからって、いや、マジでいける、後ろから風を送ってほしいんだよ、後ろのさ、全然なってない、あ、めっちゃいいよ、いいよね、あ、はい、あ、聞かれる、いいな、手突っ込むのきついぞ、これ、うん、チキンだな、怖いんだよ、チキン田中だ、どれ一番奥の方、え、やばい、やばい、あっつい、いや、やめとけ、やめとけ、絶対やんな、もういい、危ない危ない、あのね、できるだけ、あの、できたら一番奥のあれをね、動かしてほしい、違う、それの右隣、これか、そう、こっちで食い、オーケー、それだ、繋げ方も素晴らしい、あの、疲れた、いや、ちょっとしばらくはもういいよ、全然、勝率ないじゃん、これもうちょっと火力できる、ね、なんかそれ、レオ、これまだやってた方がいい、おー、焼けてる、目が痛い、大事なのは美味しさ、そして見た目、いや、でも、本当に早めた、肺が入って、褒めて、いい、狭くなっちゃうでしょ、ダジャレ、カレーで、カレーのカレーとかないから、そんな、そんなね、あのね、お子様のレベルのダジャレを俺提供しないから、なるほど、レオ、持ったるから、カレーを作りながら見せる華麗なダンス、あ、カレー中華だ、もう帰れ、いや、いいとは思う、ほら、あ、でも、でもいや、決して面白くはない、今年ただいいと思う、今年1じゃない、今年1じゃない、あの、実はね、俺あの赤いやつ、でも、うん、
これあれ、あの、この子もいいなんだ。それがピーか、なんか、ピーマンも食えるけど強い。ピーマンも無理なんだ。タオルとか、キュウリを食べるけど。ねえ、見たい。オケ丸？あんま焦げ目がついてらん。まあでもオケ丸でしょ。あっ、食くなー、カブカブカブ。食ってる、あ、食ってる。あ、でもこれちょうどいいかもしれない、このサイズ入れるのに。え、もう入れるの？あ、食べよう。甘い。食べる？あー、眠かい。寝よ、眠い。今カットしてんの？今カットしてんの？これはプロだ。すごいな。すごいな。なんかレオだから安心できるけど、これ、ね、いい感じ。あ、ジュージュー言い始めた。あー、もう勝ちよ。手を抜いた甲斐があった。嘘です。チーズとリンゴのコクがある。それカイトラが来るから、なんか出てもいいのかなと思って。やばい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 。かわいい、かわいいっしょ。もう申し訳ないけど、あのソーセージつまみ食いしたいの。で、もうダメだ、つまみ食いとかお前。お前ダメだ。人が真剣に頑張ってる時に今どきつまみ食いするやつがいるわけない。肉まだ焼けてねえよ、これ。お前も焼けてないの。こっち焼けてる。どこ、これ、何食ってんの？ねえ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 、肉ってこれ？ねえ、どうした？肉ってね、あ、わざ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 、そのさ、その子を持ってきて、その2つを、でも甘いもん言わねえんだよ。全部あげるよ。あげるよ。全然疲れとるんや。買うんで。ただ食うの。ちょっと軽くね。リンゴ切る？ここちょっとさ、動かないよ。ここまで切るのもあれだけどさ。ラク、今どんな感じ？肉も入れちゃう？きた！それ、あの、煮込むときに入れるよ。今入れなくていい。バカバカバカ、おい、紙、おい、お前、それはもったいない。紙、もったいないばあさん、襲来。もったいない。この音好きだわ。俺、意外と音フェチかもしれない。音フェチ言うてもいろいろあるやん。最近音フェチよく YouTube で聞くんだよ。こういう音は本当好き。レオのすごいところ、仕事もできて、こうやって遊ぶこともちゃんと考えてる。手ば頭の中で整理されてるんですよ、プログラムが。あ、鼻ツンとする。津波屋がよいしょ。マシュマロ、食べたのね。熱いの消す。あ、今焼いたの。お、これの味する。美味しそう。あぶねえ。お前今かくあぶねえ。やめよ。本当に今感動した。今感動した。すごいこいつ。マジで感動した。そういうとこだけね、めっちゃ頭がいけない。本当にそうだよね。美味しそう。レオ、俺のも焼いて。キャンプファイヤーっぽい。どうぞ、僕にも焼いて。おいしい。お父さん、まさかね、ソーセージ。どうも。おいしい。自分で持ってこい。隠し味って、まだ見てないんですけど。あの、名前のパフパフカレーが気になるよね。どこからパフパフカレーだったか。特に由来なしじゃない。俺も気になる。知らんの？パフパフが見当たらない。分かってないな、姉ちゃんね。え、ジャン君今何つった？ん？マシュマロ食って、うん、ちゃんとカレーの味がするって。なに、カレーつけたの？カレーつけたの？これ普通に焼いて食って、ちゃんとカレーの味がする。これ、これこそ、これこそ。ジャン君の笑いと俺路線が違うから。いや、路線が違うって言ったらもう言い訳。路線が違うのでも勝てない。頑張ろう。焼き終わったそうなんで、ちょっとメロディーがそろそろ鳴ると思うんですよ。まだかな。俺ね、倉庫の、いや、すげえつまんないんだけど、さっきね、そうやってんだから、妨害やってないよ、君は。単語の、俺もしかしたらそれ同じの言い考えてるかもしれん。マジで？え、何？まだ炊き終わんないかな。じゃあほら、絶対そうだと思った。
滝、あ、滝流れの終わっちゃった、滝終わり。ほら、これ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 だよ。もうすぐに、え、嘘でしょ、くんの。うわえ、ジャンク、マジで野生のトンボが襲ってきた。野生の松村が襲いに行く。それはやばい、それはやばい。いや、ちょっとちょっとちょっと、今のはやばいって。野生の松村が襲ってきた。今の取って取って取って、あ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 、らしいです。このフォルムがすごいもん。気持ち込めた。ないでしょ。混ぜ混ぜ。うわ、匂いらしくなってきた。匂いらしくなってきた。え、カレーらしくなってきたでしょ。匂いがカレーらしくなってきた。新しい。匂いらしくなってきた。匂いらしくなってきた。カレーってこんな水っぽいの？いや、これからこれから。あ、もっと。まだ全然だってルー溶けてないし。うまい。吉と出るか京都で。あんまり入れすぎても甘いよね。これぐらいが関の山じゃねえか。かっこいい言うことが。これぐらいが関の山じゃねえか。これうまいぞ。うわ。このぐらいだよ。え、もうちょっと。あ、でもなんかミルクみたい。それもうちょっと日表だわ。ヨーグルトずっからするときに。やっぱパッパフやこれ。もうちょっとやる。ルー足りんかったもしかして。え、本当に？うん、足りんわ。本当に？ルータリン。もうない？もうない。あんま知る。水っぽいカレー好きじゃない。嫌だな。めっちゃ手もうスープカレーになった時点でもうヨーグルト何点ですか？それは効果ある。辛っ。いや、でももう辛いのもともとあれじゃん。うん、苦手。まあでも俺らはいけない。俺、辛いの好きだ。だってこれもうちょっと飲み込めばなんとかなる。いや、無理だかな。そんなこと言わんといて。俺が熱いの持ってきた。ルー入れよう。きたルー入れよう。今落とせた。入れようぜ。はい、さい、はい、侍は何でもできる。もうワンパックはもうワンパイよ。あるんだけど。多分ね。味見してた。味見してた。薄ければいい。じゃあ、対決的なサイトから、タイムネームは誰にしてた？何が？え、サンダー。なんか今日顔が全然違う。そうそうそう。え、じゃあ、すごい違くない今日。え、でも意外と。痛いの？買ってきてないだよ。全然顔が違う。なんでだろう。ほら、目だって。来た。来たよ。いつ入れたの？もうルー入れたんだ。レオレオレオ、どうする？助けて。まったんやな。すっげえトマトやわ。いやでもそれ1個入れちゃっていいべ。これもう終わり？あー、うまいな。これ青いだな。トマトじゃなくて。トマトソースにしたのは正解だったかもね。甘い方がいい？トマトがうまい。あ、トマト味する？わかったわかった。でも、これでルーはどう？俺、あのね、カレーとしての味が好き。俺ね、基本的に濃い味が好きだから、俺的にちょっと薄かった。もうちょっと。じゃああと1個トマトの味ってことは、それトマトの味が一番強かったから。だから、いや、でも前提的にもうちょっとカレーだよ。でもトマトだって。それもうちょっといいから。それでどんどん調整しよう。ヨーグルトも入れるから。これどんぐらいか分からん。怖いこれ絶対飲むな。こうやって飲むな。そう、絶対熱いでしょ。トモヤも酒飲んで。熱い？うん、夫婦にすればいける。結構混ぜようぜ。チンチンレンズかな。ミルクチンニーチムチム。え、これも OK なの？うん、違う。僕が入れてもいいんじゃないかな。この葉っぱみたい。俺も一回飲む。単純にチョコを飲む。そんなこと言わんといて。ただまあこれ、なんとしても、ただ隠し味のやつはもう何も入れなくていいと思う。トマト決めてくる？全然もうこれ大丈夫だと思う。あとはカレーを入れるか入れないかのはずなんで。てか、前よりさっきより。いや、いいと思う俺これで。マジ？ちょっと待って。
一回装うのでみんな味見終わらせよう。ケチやから。皿はサラサラじゃなくなりました。一回、さっきから変えた。一個増えたらしいけど。あ、いや、さっきから変えてないわ。トモヤが飲んでる。トモヤが飲んでから変えてない。俺はでもこれでいいわ。俺もこれでいい。俺も飲みたい。俺も飲みたい。どうしよう。いる？あるんですか。まだあと3個ぐらいあるけど、1個ぐらい並べてる。なぬ。お。だって。駆け引きだよこれ。駆け。まあ別に、いやお前しゃべ、やめろ、やめろ、やめろ。あ、いいよ、そう、いいよ、いいよ。全然いい、全然いい、全然いい。ルイル、ありがとうございます。2個あげる。ありがとうございます。2個あげる。2個まで。あー、2個まで。それも、あの、なんだっけ、バター。え、マジっすか。ありがとうございます。あざーす。え、なんで薄かったん。そう、おまじない。一回洗った方がいい。ドロドロになる。かわいい。ドロドロに。お前がドロドロじゃん。ドロドロに。あったか。なんじゃね。米が。一旦さ、この火って言ったら、灰が入るから。はい、じゃあ風を受けて元気になる。もう色が全然違うな。ほら、風を受けると元気になるんですよ。野菜いっぱい入ってる。いいわ。どうじゃ。今回のカード。まあ、俺はこれぐらいなんです。おお。じゃあ。でも言うてこっちもね。じゃあこっちも入れる。なんでやねん。めっちゃうめえ。向こうは向こうのせかだす。超うまいよこれ。いや普通のカレーは入れてよ。これでバタケだと入れちゃおう。あ、全然食えわこれ。普通俺やる。いい感じだね。どれじゃね。いい感じだね。イエーイ。いい感じだね。おこげ。下の方が美味しい。おこげ怖い。自信もつけない。結局ごめんね。うん。はい、めっちゃルーあるやん、これ。せーの、いただきまーす。これもそれも絶対熱いやつ。絶対熱いやつ。熱いな、俺ダメージだからね。まだ水だけ。うん、絶対これちゃんと食べたいやつ。早いや。早い味。カレー食べてカレー味。いや、大丈夫。ごめん。あ、もうすぐ。次こういう機会があったら野菜はもっと小さく火が通ります。うん、やっぱね、火が通りにくい。外でやるには結構頑張った方だよねこれ。うん、おかわりしたい。野菜が硬い。野菜やばい。楽しそう。え、野菜やばい。ルーメインとか。ルーメインとか。カフェのカレーみたいな。カフェの。こっちはインド人のカレー。本場じゃない。どっちが本場じゃないですか。どっちが。じゃあこっちのアレンジなんか日本風で。どっちの。これまろやか。サンダーっぽい。多分辛いんだよね。割りかし。そうじゃない？この辛いの好きだったら。ファイヤーっぽい。そのまま。もうわからん。まあ結論個性が出たけど。